今回ご質問いただいたのが、まあ、ローランスでいうアクティブターゲット、それからガーミンでいうライブスコープっていうね、ライブソナーを導入するのに最低限いくらぐらい予算がかかるんですかっていう、まあ、ご質問をねいただきました。現行で買えるのがローランスの場合はアクティブターゲット2で、ガーミンの場合はライブスコーププラス、まあ、それぞれあの振動子と、こういうブラックボックスですね、モジュールボックスのセットになります。はい、それが、ローランスの場合アクティブターゲット2で税込みで427,900円、ガーミンの、ライブスコーププラスの場合で362,890円、税込みです。で、対応するモニターを、まあ、持っておられる方はそのガーミンもローランスもそれぞれのライブソナーのセットをご購入いただければ、まあ、あの使えます。モニターもそれぞれのライブソナーに対応したので、まあ、一番安いこの本体ですね、いくらかかるかというと、ローランスの最安でいけるのが、エリート FS の、まあ、これは9インチなんですけども、の7インチ、それが税込みで187,220円、まあ、7インチの画面で最低限必要なのがエリート FS とアクティブターゲットのセット、これ合計で615,120円っていうふうになってます。で、ガーミンの場合は最安で使えるのが、エコーマップ UHD2 の 62SV、 まあもう一つ小さいあの6インチのやつになるんですけども、それで159,390円、ライブスコーププラスと合わせると522,280円、税込みっていうふうになっています。まあまあさすがにちょっとね、6インチってなると小さすぎるんで、まあローランスと同じで、まあ7インチで考えた場合はエコーマップ UHD2 の 72SV っていうやつで186,890円、まあ合わせると549,780円っていうことになります。結局ライブソナー入れるってなると、まあそれなりにね費用はかかってくるんですけども、まあでも実際に使うにあたってやはりね、あの画面のサイズはもう大きいに越したことはないですので、まあおすすめというか、まあ最低限の中でのおすすめっていうと9インチは絶対欲しいですので、まあそうなるとローランスの場合でしたら、まあ、現在買えるのでいくとこちらですね、エリート FS9 9インチの組み合わせになります。まあ、こちらの場合で、本体価格が25,470円になりますので、アクティブターゲット2のセットと合わせて678,370円。ガーミンの場合でしたら、まあ、9インチモデルよりも、まあ、10インチでね割安のモデルがありますので、まあ、そちらの方がおすすめをしています。モデルの方がちょっとここにはないんですけども、 GPS マップ1022の GPS プロッターっていうやつがあるんですけども、それでしたら本体の価格が
28万5890円、10インチですけど、まあ、30万切ってますので、ライブスコーププラスと合わせて648780円っていう感じになります。ただ、こちらの今言ったね GPS マップの1022の GPS プロッターに関しては、魚探のドライブがついてませんので、もうあくまで、魚探機能に関してはもうライブスコープをモニターするだけ、振動子を接続しても通常の魚探としては使えないっていうふうになっています。最低限って最後に言ったところのラインよりはやっぱり大きい画面をまあ最終的には選ばれる場合がほとんどですし、そのライブソナー専用機でノースウェーブの販売実績で7インチ画面をモニターにしますっていう人は結局一人もおられなかったですね。まあ、そういう意味では後半に紹介したものがまあ最低限でおすすめっていうのがまあ現実的なところかなと思います。まあもうこれざっくりになるんですけど、やはり10インチとか12インチとかの大きい画面で組んでいきたいっていう人の方がやっぱ圧倒的に多いです。で、その場合やと、まあちょっとバッテリーの方も、やっぱ電気も食いますので、専用のリチウムバッテリーが必要になったりとかもしますので、まあそうなってくるともうざっくりですけど、やっぱり100万前後のご予算見ておいて、いただく方がいいかなと思います。結局、まあ、魚探の値段の差っていうのは、まあ、これもよくお話しするんですけども、ほぼほぼ画面の大きさの差であることが、まあ、ほとんどですけど、まあ、例えばね最安の場合とおすすめの場合でも、まあ、軽く10万円以上差はやっぱり出てくるんですけども、その値段の差っていうのが、まあ、実際費用対効果っていうかね、あるのかって言われたらあります。特にライブソナー見るに関してはやっぱ大きい画面でないとしっかりと見て取れないっていう部分はねありますので、最低限どこまでっていうのを考えていった時に、もうこれもねよく相談されることなんですけど、まあ許すか範囲で、まあ大きい画面にしておく方が満足度は高いですし、小さいのにしといて大きくすればよかったっていう人はありますけど、大きくしといてちっちゃいのでよかったっていう人はほぼおられませんので、まあそのあたりもちょっとね参考にしていただいて、また機種選びの方をねしていただければと思います。